お重長さんは、日本の競争は、障害競争で活躍し、2016年から3年、連続で、JRA 賞最優秀障害馬に選出されたほか、障害重賞13賞13連勝、JRA 重賞13賞9連勝、11レース連続勝利。また、史上初の同一重賞5連覇を飾った。JRA が、障害馬では、初となる。 ぬいぐるみ等のグッズ発売やヒーロー列伝コレクション制作にも踏み切るなどマイナーなジャンルとみなされがちな障害競争の枠を飛び越えたアイドルホースとして高い人気を博している。2011年4月3日、北海道ビラトリ町のバンドー牧場で生まれる。全兄に敬愛町さんがいる。場所は町さん。場名の由来は JRA の発表では、 家族名より冠名となっているが、正確にはオーナーの長さんの息子が、子供の頃、自分のことを、俺と言えず、おじゅうおじゅうと発音していたことから命名された。2013年は、美穂・小笠道弘9社に所属し、10月新馬戦で11着、同11月の未勝利戦で8着に終わり、1年の休養を挟み障害に転校した。 2014年11月に障害初戦を迎えたが14頭中最低人気で見せ場なくしんがり負け。レース後、和田翔一郎9車に手むまやした。2015年2月21日、山本康氏の起場で障害4戦目となる4歳以上、未勝利戦でようやく初勝利を挙げると、続く3月21日に中京競馬場での障害4歳以上オープンを連勝。 6月27日には、東京ジャンプステークスで重賞初出走し、大隅ムーンの4着となった。なお、山本の乗り馬が重なったため、このレースから調教を手伝っていた石上小木1が、手綱を取るようになる。同年末には、JGI の中山大障害に初出走するも、アップトゥデートの6着だった。結局、障害転校後、2014年から2015年は10戦3勝。 この頃はまだスタートベタな障害オープン生まであり、タイトルも取れず、注目を浴びることもなかった。明けて2016年は、障害オープン戦から始動し、日本ピロバロンの2着。しかし、このレースから、安城石上国一の進言で、面ンコの耳当てを外した結果、集中力が高まり、出遅れ癖も劇的に改善された。以後、 苦手だったスタートはむしろ得意技に変わり、後率位層のレース運びをお箱とするようになる。4月16日の中山グランドジャンプでは、前走内容や比較的手薄なメンツも手伝って、単勝6.5倍の2番人気に押されたが、1番人気のサナシオンは1.3倍と、完全な一強ムードであった。しかし、巧みなスタートから3番手で駒を進めると、 最終章がいて前から徐々に進出。最後の直線で鋭く伸びると、同馬に三馬新反差をつけ優勝した。これで初重賞制覇を JGI で飾り、管理する和田町教師も重賞初勝利、石上騎士も JGI 初制覇となった。これで覚醒したのか、続く6月25日の東京ジャンプステークスでも一番人気で優勝した。 約4ヶ月ぶりの10月16日には、東京ハイジャンプに出走。一番人気を背負い、最終コーナーでは、戦闘集団に並びかけるも、空馬で並走していた、ラグジードライブが外へ一掃し、馬体を当てられ大きく失速した。思わぬ展開に、東京競馬場はどよめき立ったが、最終障害までの短い距離で体勢を立て直すと、無難に飛び越し、 狭い馬群の中央へ巧みに潜り込むと安城の持ちで再加速して一番新反差で突き抜け印象的なレースぶりで重傷3連勝を挙げた12月23日の大一番第139回中山大障害でも単勝1.4倍の一番人気となり大座奪還に燃える前年の JRA 最優秀障害馬アップトゥデートと二度目の直接対決となったレースは 最終章がい手前から2頭の一気打ちになったが、最後の直線で同馬を突き放すと独走体制に入り、キューバ審査で圧勝。JGI 春秋連覇を達成した。同年は5戦4章で、JGI 完全制覇を含む重賞4連勝。JRA 賞最優秀賞外馬にも満票で選出され、2年前の新んり負けから一躍。 障害競争馬の頂点の在と登り詰めるに至った。安城の石上木一もこの年は障害レース15勝の活躍を見せ、JRA 賞最多勝利障害機種に輝いている。年が変わっても、連勝街道をひた走る、お重長さんの快進撃は止まるところを知らず、初めて西へ駒を進めると、阪神スプリングジャンプから始動。 ライバルのアップトゥデートに2場新反差をつけて解消した。さらに JGI 完全制覇を含む重賞4、連勝を挙げ、前年からの連勝記録を8とした。連覇のかかった4月15日の中山グランドジャンプでは、くしくも前年のサナシオンと同じ単勝1.3倍で一番人気を、背負う、タイトル防衛戦となった。レースでは、道中3番手で駒を進め最終コーナーでは早くも、 先きそう。最終障害付近では、サンデー・デュークが果敢に一騎打ちを挑んだが、並びかけることすら許さず、無知を入れぬままに三馬新反差で解消した。このレース後、右第一子骨剥離子施設の発症が判明。当初は全治6ヶ月と見られ、中山大障害出走も危ぶ生まれていた。しかし、術後の経過は順調であり、8月末には気球。 暮れの中山大障害を前に東京ハイジャンプで復帰と報じられた。迎えた東京ハイジャンプは降りしきる雨で重ばばとなった。同レースではまず6番人気の福兵馬玉もプラネットが先手を奪い、そのまま第一障害から果敢な大逃げを打って後続を大きく引き離した。お重長さんは3番手から単と追走し、 最終コーナー手前で二番手に進出するも、城内実況の山本忠が、小坂忠の策は決まるか、と叫ぶほど大きく水をあけられており、城内は前年に続き、またしてもどおよめきに包まれた。しかし、ここから一気に加速すると、最終障害飛び越し屋と並ぶ間もなく同馬を、かわし去り、二着以下を大差でちぎり捨てる圧勝劇を披露して解消した。 12月23日の第140回中山大障害はアップトゥデートと通算5度目の直接対決となり前年の2万7千人の1.5倍に当たる4万1人強の観客が中山競馬場へ押し寄せたレースはアップトゥデートが健康一滴の大逃げを仕掛ける形で幕を開け一時は後続を15馬身以上も離す一人旅を観光 お重長さんは2番手を追走し続けたが、その差は、最終障害手前の半路付近までなかなか縮まらず、アップデートが雪辱を果たすかにも見えた。だが、最終障害飛び越し後、平地の足比べに入ると、最後の直線で、猛然と急がり、ゴールいた直前で、ついに逆転。半場審査でお重長さんに軍配が上がった。このレースは、前述の観客数に加えて、 馬券売り上げでも、前年度を大きく上回り、新旧王者の直接対決という図式も手伝って、事前に高い注目を集めていたが、三着以下に大差を、つける二頭の壮絶な一気打ちが決勝戦ギリギリまで続くという迫力ある、レース展開も見るものを魅了し、軽橋に残る名勝負として高く評価された。なお、4分36秒1の、 走破タイムもシンボリモントルーが26年保持していたレースレコードを1秒以上更新する驚異的なものであった。この勝利で年内成績は JGI 完全制覇を含む重賞4連勝、前年からの連勝記録も8となるパーフェクトな内容で2年連続の JRA 賞最優秀賞外馬に輝いた。さらに、 障害グレード導入後の JGI 連勝記録も10年ぶりに更新している。2018年4月14日の中山グランドジャンプは体調面から前哨戦を使うことができず、前年の中山大障害からぶっつけ本番で臨むことになった。レースではアップトゥデートに話されて厳しい競馬を強いられた。前走の反省を踏まえ、逃げる同馬を2番手でマーク。 最終コーナー手前付近に差し掛かると、安状が引っ張り切れないくらいと驚くほどの手応えで早くも先頭に立ち、スタンドは湧き立った。ここからは束を寄せ付けぬ独断場となり、最終障害飛び越し後には一気にスパート。場内実況の山本直也をして、その差はもう五馬身六馬身七馬身、と言わしめるほどの大足衝撃を披露した。今回は、 前走で見せた激走のダメージがなかなか抜けず、1月に体調を崩すなど、立て直しに苦慮しながらの参戦となったが、終わってみれば大差価値で勝利して、王座揺るがずの重賞級連勝を達成。走破タイム4分43秒0は、アップトゥデートが持っていた、従来のレコード4分46秒6を一挙に3秒以上も縮める大レコードであった。この勝利で、 カラジ以来2投目となる中山グランドジャンプ3連覇を達成し、自身の持っていた JGI 最多賞記録を5に伸ばした。また、TM オペラ王が記録していた JRA 最多重賞連勝記録、豪快の持っていた障害競争の獲得賞金記録も合わせて更新した。結局この年の障害レース出馬はこの一戦のみだったが、 三年連続で JRA 賞最優秀賞外馬に選出されている。有馬記念挑戦中山グランドジャンプの三連覇後、2018年の下半期は馬主の移行もあり、第63回有馬記念を一大目標に見据えて平地競争に復帰。7月7日、福島競馬第9レースの海星山特別に初コンビとなる竹豊安城で出走。 平地挑戦は4年8ヶ月ぶりとなるも一番人気に押された。レースでは絶好のスタートを切り、4番手から4コーナー手前で早め先頭に立つと、直線では2着に3馬審査をつけ完勝し、平地初勝利と障害時代からの10連勝を果たした。JRA のレースのみで10連勝が達成されたのは1954年に日本中央競馬会が発足されて、 以来史上初となる。レース後、場所である株式会社長さん代表取締役、長山久氏は、障害レースへの復帰は現時点で頭にないと語り、今回の勝利でフルゲートに満たない重症競争に出走が可能となったことから、最大目標としてファン投票でも出走可能な有馬記念を目指したローテーションを組んでいくことを表明した。自層の南部特別も、 ブトのコンビで出走、ミルコデムーロ機場のブラックプラジナム、父がディープインパクト、母がアッパパネと両親が三冠馬の両欠馬次難坊に次ぐ、単勝三番人気に押された。レースを好意で進めると直線で抜け出し、ブラックプラジナムを1、2馬審査で振り切り平地2勝目、11、連勝を達成。この5大38回ジャパンカップへの挑戦も、 検討されたが結局有馬記念へ直行することで落ち着き同レースのファン投票で2017年ダービーを優勝したレーデオロ有馬記念回避を明言しているヒン馬3冠を達成したアーモンドアイに次ぐ10万382票を集め3位に名を連ねた直前の小雨でやや10まで芝コースが悪化した中で迎えた有馬記念では単勝オッズ9.2倍と 実績以上の高い人気を受けて出走した。まずまずのスタートを切った直後、竹豊の追いに応え一旦先頭に出るも、外枠からやってきた奇跡に花を譲り2番手でレースを進める。直線の入り口では、一瞬前の奇跡を捉えようと伸び足を見せるも、追い込み勢に交わされると、そのまま馬群に飲み込まれ9着で入選した。前年のダービー馬鹿引きには先着した。 アリマ記念出走後、陣営は平地賞金を加算するため、ダイヤモンドステークスへの出走を目標に調整していたが、仕上がりの遅れから同競争を回避。平地では条件に適するレースがなかったため再び、障害競争へと進路を向け、阪神スプリングジャンプからの復帰となった。迎えたレースでは、単勝1.1倍の圧倒的一番人気に押され、11ヶ月ぶりの ブランクにもかかわらず優勝した。4月13日には、史上初の JRA 同一重賞4連覇が、かかった中山グランドジャンプを迎えた。ここでも、単勝1.1倍と前走に続き揺るぎない支持を、獲得したが、同レースでは、石神が、今までで一番厳しいレースだったと振り返るほど、束からの徹底的なマークに合い、レース前半は花を主張した宮自大が,が、後半は、 昨年の中山大障害場日本ピロバロンや大勢ドリーム等が次々と競りかけてきた。しかし、お重長さんはこれらをすべて跳ねのけ、最後に食らいついてきたシンキングダンサーも最終障害飛び越し後の足比べで突き放し、二馬身半差で圧勝。ついに前人未到の JRA 同一重賞4連覇の快挙を達成した。また、JGI 競争6勝目。 障害重賞11勝目、障害競争11連勝はいずれも JRA 史上1位もしくは1位大記録となった。中山グランドジャンプ制覇後も陣営は平地競争への夢を諦めず、昨年の有馬記念以来となる平地競争へ復帰の意向を表明。準オープンの6者ステークスから平地競争最長距離のステイヤーズステークスを目指すプランを明らかにした。 六車ステークスでは、主戦の石神が自身一年不利の平地競争機場で、コンビを組んだ。単勝オッズ3に4倍の一番人気に押された本、馬はレースでも、道中二番手を進む、積極策を見せたが最後は馬群に飲まれて10着に、敗れた。安状の石神は、前々で運ぼうと思っていました。縦長になって欲しかったのですが、 前が押さえたので、つついたのですがペースが上がりませんでした。上がり勝負になってしまいましたと無念の表情でレースを振り返った。この敗戦で一時は今後の予定が白紙となってしまった。次戦には平地重賞のアルゼンチン共和国倍に新馬戦以来となる松岡正会とのコンビで出走。前走で対戦したアフリカンゴールドや同条件のメグロ記念をレコード勝ち。 シタルック・トゥワイスが参戦した中で、単勝オッズは7番人気となった。レースでは、スタート後花を切る展開で逃げ切りを図ったが直線で、ズルズル交代し、ブービー12着に敗れた。レース後に、安城の松岡は、途中からふわふわして進んでいかなくなった。と敗因を述べた上で、花に行く競馬はやったことがなかったので、どうするかよく考えないといけないと語るにとどめた。 引き続きもともと予定していたステイヤーズ・ステークスに出走。ここではミルコ・デ・ムーロと初コンビを結成2015から17年の同レースを制したアルバートや昨年のハシャ・リッチマンなども出走を決めた。迎えたレース本番では道中を後位から進めると最後の直線で逃げたエーシンクリックを捉えにかかったが届かずさらに他の馬にも刺されて6着に敗れた。 安城のデムーロは、いい競馬をしたと前置きした上で、馬場が固く瞬発力勝負となったことを敗因に挙げた。この年は、阪神スプリングジャンプから始動。自身が不在だった2019年中山大障害の、勝馬で、同年の JRA 賞最優秀障害は、新軍マイケルや、障害戦5戦4勝の新生トラストなどがなお、連ねる中、ここでも一番人気に支持された。 障害戦は、約一年不利とあって、勢力図が塗り替わるなら、このレースとの声もあったが、最後の直線だけで2着にキューバ審査をつけてゴール。やや10にもかかわらずレコードタイムを出す、感傷劇で復帰戦を飾った。4月18日の中山グランドジャンプには5連覇をかけて参戦。新軍マイケルほか、全11頭が集結した当日は、午前中から雨が降り続き、 8年ぶりの不良馬場開催となった。レースは、新軍マイケルを含む3頭が競争中止、勝ちタイムも5分超えとなる壮絶な死闘となったが、お重長さんはここでも、後一位層から抜け出すむと、2着の名称を出す際に3馬審査をつけて勝利。自らの記録を塗り替える JRA 同一重賞後連覇を達成した。また、この勝利で、 日本国内レース賞金総額が7億7452万6千円に到達し2011年世代のトップに躍り出た。11月14日には京都ジャンプ S に出走し単勝1.1倍、副賞上限1.0倍の圧倒的人気を集めたが多賀のエスプレッソの3着に敗れた。これで障害競争では実に4年8ヶ月ぶりの敗退となり、 2016年から続いた、障害競争連勝記録は13でストップした。なお、重賞オッズにおいて、単賞1.1倍での敗戦は2012年阪神対焦点のオルフェーブル以来である。また、同副賞1.0倍は1994年、オールカマーのビワ・ハヤヒデ以来で、通常は3着まで払い戻し対象だが、7頭以下が出走する際は JRA の規定で、 払い戻し対象は2着までなので、6頭立ての本レースで3着となった本馬の副賞は不適中となった。単賞1.1倍以下の馬の副賞不適中は JRA 重賞では初。自走は中山大障害を予定していたが、レース中に左前足をひねってしまい痛みが出たとして、中山大障害を回避、放牧休養に入った。この年は前哨戦抜きで、 中山グランドジャンプに臨んだ。レースは、好意で運ぶも、最終周回の交渉面で交代して、名称脱災の5着に沈み、6連覇の夢もついえた。安城の石神は、スローに馬が我慢できずりんだ。交渉面で、脱災が来た時は抵抗できなかったと敗因を分析したが、年齢的な衰えを上げる声もあった。また、同レース後、 左前第一死骨の剥離骨折が判明。管理する和田長教師は現役続行を視野に入れて手術する旨を表明した。なお、前述の通り、本場は2017年にも右第一死骨剥離骨折を経験している。2017年は JGI 連覇記録を更新する等の華々しい活躍を見せ、前年に引き続き、 JRA 賞最優秀障害馬の座を射止めたが、JRA 年度代表馬の選考においても、3秒を獲得して注目を集めた。のみならず、競馬月間誌、優秀の、ホースオブザイヤー部門においても、並入る、平地競争馬を差し置いて、北三ブラックに次ぐ2位に入ると、その人気と実力は高い評価を集めた。2018年の中山グランドジャンプ戦時には、 馬券売り上げが前年度比百十パーセントの二十二億円を突破。その人気ぶりから、障害場としては、初となるぬいぐるみも販売されたが、当日の朝から行列ができ、昼までには早くも売り切れてしまった。平時復帰後初戦となった二千十八年の、海星山特別は、馬券売り上げが、前年比九十五点六パーセント増の十一億四千三百二十万 1, 100円を、 記録。レース当日の福島競馬場には、開門時には59.4%増加の2658人が並び、前年には空車があった駐車場も10時43分の時点で早くも満車になっている。入場者数は38.3%増加の14,247人を記録し、 東日本大震災後の開催復活初日となった二千十二年四月七日の一万三千百九十八人や、竹豊機種の参戦で盛り上がった同年四月二十一日の一万三千五百七人をも上回り、震災後の土曜日では初めて一万四千人台を突破した。また、関連グッズ販売用の特設ワゴンは八時五十分の、開門から十三時まで行列が途絶えず、 最長で約100メートル、約500人が並び、購入まで最大約1時間もかかる状況だった。レース終了後にも再び行列ができるなど、最終的には約500万円を売り上げ、同競馬場のターフィーショップの売り上げも前年の97万円をはるかに上回る500万円に達した。同レースは最下級の条件戦であるが、地元市福島民報の高橋敏明は、 お重蝶さんの参戦は G1 並みの盛り上がりをもたらし、全国の競馬ファンをも熱狂させたと分析した。2020年4月18日時点母、シャドウシルエットは不失そう馬。お重蝶さん以外に2013年のラジオ日経賞価値の敬愛調査も出している。シャドウシルエットの半兄に2002年のブリーダーズゴールドカップオグリキャップ記念に勝利したアルアラン。 同じく、シャドウシルエットの判定に2015年の黒百合賞、名港坂月の地方住賞を2賞した、アップアンカー。シャドウシルエットの半姉の子に2008年の北海道に最優秀の勝馬メトロロースがいる。ありがとうございます。